コーデュラチューブをご覧の皆様、毎度 TK です。よろしくお願いします。本日はですね、コーデュラを使っていただいているお客様でありますブランドパートナーに直接会いに行って、その魅力を伝える Meet the Maker 編としまして、このコーデュラチューブでも大変お世話になっていますカバンブランドアッソブを運営されていますアンバイさんの一番新しいお店、こちら兵庫県三田市の三田店に来ております。このお店を伝えたくて三田まで来ました。青野ダムというところのほとりにできたアンバイさんの一番新しいお店、もうむっちゃ綺麗で気持ちいいんです。今日はこのお店を伝えることにテンション爆上がりです。天気も良くて最高です。じゃあ行ってみましょう。はい、入りまして藤松さんに出演いただきました。藤松さん、はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。来ちゃいました。めっちゃいい感じ、はい、今日はもう天気もね、よくってバッチシ、天気いい日は最高なんで、眺めが、うん、めっちゃ楽しみです、はい、ちょっと遠かったですけど。そうですね僕はちょっと偏僻な場所でね、全然バスとかも1日3便ぐらいしか通ってなくって、車での来店になると思うんですけど、うん、はいはい、ちゃんと駐車場も管理してますんで。でもそのね、はい、やっと来れたレア感もなんかいい感じで、うん、パッと開けて でも看板もなんかいきなりおしゃれなの、パッと電子さんにペッて見えたりとかして、うん、でやっと着いたっていうところ で、 今日は楽しみです。周りは何もないですけど一だけポツンとあるような感じなんで、はい、楽しみです。今日はよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、こちら店入らせていただきまして、外のこのスペースでですね、興味津々なんですけど、はい、まず藤松さん、このお店を作られた経緯みたいなお話いただけますか。はい、そうです。もともとね、5年ほど前からまあ、会社をちょっとキャンプ場みたいなところでできたらなっていうのがもともとの発想 で、 でまあまあ都会から1時間圏内ぐらいでいろいろいろんなところ探してたんですよ。休みの日にこうそういうところ行って、で結構いろいろ探してて、まあ最初土地買おうかなとか思ってたんですけど、その中でたまたまこの三田市の方で、この青野ダム の湖畔のこの歴史、青野ダム歴史資料館という建物なんですけど、これが公募物件っていうのが、そうなんですよ、民間貸し出しっていうのがあって、でそれにまあ応募してここを借りるっていうのがきっかけなんですよ。記念館だったんですね。もともとね、ダムのもともと村のあったような記念品とか置いてるような博物館みたいな記念館やったんですよね。なるほど。そうなんですよ。むっちゃだから湖畔にあって、まあ大きさもかなり大きくて、そうです、建物の、ね、形がいいですよね。建物が、ね、すごいシンプルでしっかりした建物なんで、はい、天井も高いですから ね、結構昔の建物なんですけど、はいはい、でこちらに本社機能も、そうなんですよはい、はい、1階がお店で2階が事務所みたいな、ね、最高っすね。そうですね、最高っすけど、結構事業員の方を含めて生活自体がガッと変わる感じですね。そう、ちょっと通勤がね、やっぱり2時間近くとかね、1時間半とかなってくるんで、はいはい、結構こっち引っ越してくれたメンバーも半分ぐらい、はいはい、半分ぐらいはみんなサンダーに引っ越してもらって、そうなんですよ。でもこう本当にね、すぐにこうアウトドアアクティビティで遊びに行けますし、生活もなんていうんですか、ゆっくりできます、ね、そうですね。言ってもね、そんなめちゃくちゃ田舎じゃないですから、うん、生活で必要なものって駅前にあったりするん で、はいはい、で5分10分車走るともうあんま人工物が見えないような場所ってなかなかね、はいはい、ないんでね、すごく便利でいいと思います、うん、なんかこれからの企業の理想形みたいな感じですね、うん、ちゃんと成功すればですけどいや、めっちゃいい感じですよ、はい、今日も結構これ本当にお店のオープンしてる時に撮影させていただいてるんですけど、結構ね、うん、お客さん来ていただいてますよね。でもやっぱり、ね、僕らも2階にいてるんで、ちょっとこうたまに降りてね、お客さんと話したりとかできるんで、すごくいいですよね。はいはい、もうリアルな情報とか意見が聞けたりとかして、でまあロケーションがめっちゃいいっすね、うん、最高のお店ですね。次はもう中に入っていろいろ見ていただきたいと思います。はい、では今からはこちらのショップスタッフのガッキーさんよりこのお店の魅力を伝えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。看板娘ガッキーさんで、ありがとうございますそしてお揃いのこのサロペットを着させていただいております、はい、これもコーデュラ使いでめっちゃいいですよ ね、 そうですね。まずこのお店めっちゃ広いですよね。広いですね、一番大きいと言ってもいいぐらい、うん、テントもバーンと張れちゃうぐらい、はい、そうですね。アッソブのバッグ以外も本当にこのロケーションに合うようなキャンプグッズ、はい、
海外国内のブランドをセレクトして置かせていただいてます。なるほど、はい、そして後でご紹介させてもらいますけど、キッチンというか。そうですね、これは初めて会社で始めたちょっとした飲食ブースで。めっちゃ楽しみです、はい、お腹も空いてきたので。ぜひ後で食べてください。ありがとうございます、はいはい、そしてガッキーさんは、はい、このサンダのお店に、はい、今勤められてますけど、お住まいも。お住まいもそうです、4月の22日に新宿店、東京の新宿ルミネ店から、移動してきまして、サンダ市民になりました。お住まいもこちらに移って、はい、サンダの方に引っ越してきました。ビッグチェンジですね。ビッグチェンジです。だいぶギャップがあります。東京からこちらです、ね、東京からこちらです。でもまあめっちゃね、自然もいい。そうですね、すごいいいロケーションのところでお仕事させてもらえるなかなかないので。そうですね、ありがたいです。気持ちいいところで、はい、はい、じゃあ紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、いっぱい特徴あるんですけど、これ特徴的なのは釣りですか。釣りです。あ、はい、塩梅さんなんか珍しいんじゃないですか。そうですね、塩梅ストアでは箕面店と三田店のみの取り扱いが最近始まったばっかりになります。特にここは本当に、まあ、見ての通りすぐ海があって、ダムがありまして、バス釣りのスポットということで結構朝からたくさん人が釣りを夜までされている方がたくさんいらっしゃるので。なるほどな。すぐ来てもらえるように。そうですよね、はい、あって、そしてもう本当に結構充実してロットからいろいろ揃ってますよね、はい、そうですね、結構初心者でも使いやすいアイテムを取り揃えたりはするので、うん、いろんな方に見てもらいたい。そして一つずつがめっちゃおしゃれ。そうですね、うん、やっぱりかっこいいアイテムを取り扱いさせていただいてますので、うん、釣りっていうとちょっとね、おじさんみたいな感じですけど、はい、全然これめっちゃかっこいい。女性も男性も子供さんとかファミリーとかでも手に取りやすいようなかっこいいアイテムを集めてます。なるほど、はい、そして特にこれですかね。そうですね、うん、今回アイリーフィッシングクラブさんとアッソブ、うちのカバンのダブルネームで別注させていただいてて、うん、ちっちゃいのもありますけど、大きいのも、はい、防水バッグですね。そうです、そうですね、ポリカーボネートっていうコーティングをされた、うん、もう防水の生地で、もともとあったうちのカバンにこう新たにオレンジのロゴ、はいはいはい、入れてもらって。めっちゃいいっす、はい、釣りアイテムが充実している、はい、こちらのお店でした。はい、次はですね、この三田店の一つの売りであります飲食スペース、はい、アンバイボールスタンドです。アンバイボールスタンド、はい、めっちゃいい匂いがしてますし、ロケーションもこっち反対ですけど、こうダムがね、こう見るとすごい綺麗な、めっちゃいいですよね、はい、スポットです。でメニューも結構豊富で、はい、アンバイボールハンバーグが一応メインのメニューになってて、うん、地元の食材を使った料理をご用意してます。サンダポークって書いてある、はい、そうですね、飲食のためだけに来てもいいぐらいめちゃくちゃおすすめです。そして先ほど頼ませてもらったのが来たみたいです。ちょっと取りに行きますね、はい、この入れ物おしゃれ。まずこれなんていうんですか。メスティン。メスティン半合みたいな感じで、ご飯が直火で、うん、これでかけるものになりますね。このセットで作れて、はい、そして開けたいと思います。見えるかな。めっちゃ美味しそう。ちょっと食レポ次入れさせてもらいたいと思います。では早速いただきたいと思います。ソースは4つから選ぶみたいで、私はこれ、トマトソースを入れました。めっちゃうまそうで薬毒っすね。そして TK 初の食レポです。うん、もう肉肉しくてジューシーでめっちゃ美味しいですし、ボリュームかなりあるみたいで、これでお腹いっぱいになります。そして何よりもこのロケーションで食べるの最高っすね。はい、次はですね、こちらちょっと外に出まして、こちらもお店の中の外の敷地なんですけど、テントがこう丸々ボンと置いて、テントも売ってるということですね、はい、そうですね、特にこのテント。そうです、ミニマルワークスさんというと、うちが日本の代理店をさせてもらってまして、このテントが、5月末に販売開始になった新作のシェルター G というテントに
なります。あとで中見てもらいますけど、広くてちょっと天井とかもメッシュになってたりするので、かなり開放感のあるテントになってます。めっちゃいい感じです、はい、ちょっと中も見てみましょう、はい、中に入っちゃいましためっちゃ広いですよね。めっちゃ広いです。へえ、ところどころ天井も、はい、通気性になって、うん、メッシュになってて通気性が良かったりとか、うん、開放感すごい、あの外が見やすい形になってます。もちろんテントなのでこう全部閉めて、そうですね、閉めてクローズしてもらって寝たりすることもできますね、うん、へえ、こうやってこうダムの風がこう入ってきて気持ちいいんです、はい、こういうのも全部置いて、はい、テンション爆上がり、チェイス、ここでご飯も食べてもらいます、うん、はい、はい、テントの中からでした。はい、こちらショップ奥に入りまして、こちらの見せ方むっちゃかっこいい。これがそうなんですよ、うん、もともと青野ダムの記念館だった場所の展示してたガラスのショーケースはそのまま使わさせていただいてて、有効ボードを入れてうちのかっこいい形に、はい、させていただきました。記念館だね、でここに資料とかですかね、そうですね、並んでて、それを使って有効ボード、まあ、安倍さんのまあショップの象徴的な有効ボードが入りながら、この見せ方むっちゃ雰囲気あるんですよね。分かりやすいですし、めっちゃかっこいいです。そしてまあバッグはもういっぱいお伝えしてますけど、最近は特に何が動いてますかね。そうですね、サンダテンは結構小さめのショルダーバッグだったりが、うん、ね、結構、うん、はい、売れるような傾向に持ってたらめちゃくちゃ便利ですし、そうですね、ちょっと出かけるときに一つあると便利なサイズ感のカバンになりますね、うん、あとおしゃれ、やっぱりアーストブさんのカバンめっちゃおしゃれで、コーデュラ使い、こちらはウォータープルーフシリーズなので、はい、3レイヤーのコーデュラ305を使った防水タイプの、もちろん耐久性も抜群ですけど防水性が強いというコーデュラのバッグで、はい、やっぱり安倍さんのお店といえばアーストブさんのバッグです。はい、今日はですね、安倍さんのこの最高のお店で、うん、お店魅力が存分にお伝えできたんじゃないでしょうか。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に藤松さん、簡単に、はい、あの視聴者の皆様にメッセージをお願いします、はい、そうですね、買い物だけじゃなしにね、うん、ここは、まあ、例えば自転車乗ってもらったりとか釣りもできるんで、うん、まあ、サップも、できるようになりますから、うん、だから買い物以外にもそうなんですよ、遊びながらこうゆっくり過ごしてもらえるお店なんで、うん、ぜひまた遊びに来てください。あ、最高ですね。これから、まあ、夏もですけど、うん、秋とかもめっちゃ楽しみですよ ね、秋、そうですね、綺麗な感じで本当にめちゃくちゃいいお店なんで、ぜひこちらのお店にいらしてください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆様また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。